まあ、お湯なんか一応抜いてきたってですよ。最高ですよ。まあ、詳しいならもうちょっとまた再生できるかなと思って。いやできるんですよ。まあ、あの水没株から考えるぐらいで。怒られたきんですね。どこに置いてたんですかね。本当に120が欲しくても、あのあっちこっちバイク屋さんちょうどよかったですね。はい。でもこのカスタム、これはカスタムタイプ、これベースはカスタムタイプの方ですね。でもカスタムタイプにこの黒エンジンってないでしょ。これ細ったってことは、こちらでなんかやりよったですわ。ああ、だけですか。ホイールまで塗ってやるんすげー。もう途中までやりよったことだったけど、もうずーっとほったらかしでかいですよ。あ、処分するのがまさにかなと思う。いやいや、シートはあのホンダの専門店で貼り替えてもらえてるんですね。ホンダ、そうですよ。あ、そうですか。ホンダなんだっけ、あのドリームか、あれで、キャブです。キャブ付きの形。キャブ付きの形ですね。はあ、はあ、はあ、これ二つあるんですよ、キャブが。これなんかツインキャブらしいですね。ツインですよ。はい。はい。よっきよっき。あと、こざこざはこっちに、あの、入ってるみたいですわ。はい。もしかして、燃えたことついてるの。すぐ剥げるんですよね。もう一回あのリムとかは剥げますよね。剥げますよ、ね、デッキだから。どこそこら辺に入れておきましょうかね。はい、大丈夫です。斜めで横にいいです。後でフロントタイヤだけ作る。でないと動かさない。はい。一番手手もうこれエンジンだからなんかほぼ新品だけですね。ベルトも新品だし。結構シミが多くていいですね、やけど、うん、あのうん、おあれですかね、こう一旦抹消するような形になるわけですかね。抹消は私があのナンバーワンあの返す件、はい、それで終わりだと思うんですね。あ、ならまた今度は自分が新規で登録、はい、登録してもはい、はい、すればいいわけですね。とこれ、これ買うので、これ残っていきますか。これ別におまけです。なんか気をつけて帰ってください。なんでそこでもまたバイクでこっちやられた時にまた遊びに来ます、はい、よろしくお願いします。こう名刺手に入ってきて今度遊びに来てですよ、私がバイクで、はい、また来てください。どうもお邪魔しました。どうもありがとうございました。
ゃん。よいよいよいよ。